はい、今日はスロバニアのリュブルで、ノルディックスキーのワールドカップ世界選手権で見事優勝した高梨沙羅さんの優勝を紹介をします。はい、スタートです。はい、若干16歳の高梨沙羅さんが世界を飛んだ勇士です。はい、はい、見事、1回目88メートル、2回目 88.5 も飛んで見事優勝した高梨沙羅さんの優勝を紹介をしました。はい、終わります。